こんにちは、ユーツールボックスのうすけです。今回は新たに購入いたしましたアストロプロダクツの工具を紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。まずはこちらの充電式ホビールーターです。コードレスなので使いやすそうですよね。決まった使い道はないのですが、とても安くなってたのであったらいいかなと思って買いました。2時間の充電で約80分使用可能だそうです。ちなみに回転速度は3段階変更できます。ビットが4本ついてます。ダイソーとカニも安いのを売ってるので使ってみたいですね。ホイール用インパクトソケット 21mm、 1つ1000円くらいでした。エクストレイルのホイール交換時に傷が入るのが嫌なので、プラスチックカバー付きを購入しました。 21mm は赤色ですが、ホイールナットのサイズごとに色分けされてます。ナットを舐めにくい面接触タイプのソケットみたいです。インパクトに差し込みやすい特殊形状のシリーズだそうです。最後はこちら、ラチェットのディープソケットセットです。先日のエクストレイルのバックランプ交換動画でディープソケットを持っておらず苦戦したため買いました。以前使っていた 200mm のラチェットがぶっ壊れてからディーンのツイストラチェットしか使用してなかったので、スタンダードなラチェットハンドル変えてよかったです。ソケットは7本入ってます。ソケットのホルダーついてるんですけど、これ使い道ありますかね。一応ここにつけたままにしてますけどね。笑い、ホルダー持ってないので。ラチェットのギア数は90なので、小気味のいい音がたまんないですね。グリップは特に加工なしのグリップなので、夏は滑りそうですね。電動ルーター開封してみました。割とずっしりしてる感じありますね。電源ボタンはここ、押すたびに弱、中、強、電源オフと切り替わります。 USB Type B を差し込んで充電します。少し分かりにくいですが、インジケータが点灯し充電の進行状態が確認できます。次はビットの交換です。先端を左に回すとチャックが緩むのですが、途中から共回りし始めるので、銀色のストッパーボタンを押してチャックをロックさせてから先端を左に回して緩めます。チャックがある程度開いたらビットを差し込んで時計回りに締めます。締める時も金のストッパーボタンを押さえながら締めます。これでビット交換完了。新しいツールたちはどうでしたか？この動画が参考になった人は高評価ボタン、ツーリング